聞かない。何が起きたんだ隊長、うん、後方より巨大な物体が接近中です。なんだって？戦艦なんてデカさだ。見て、チェック厳しいじゃん。嫌な感じ。イエーイイエーイ。母ちゃん見てる？ふん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 。ててててて。ここにこれほどの兵器工場があったなんて。確かこの島で沢井前総監が初の世界平和会議を開いたんですよね。平和維持の名目で TPC の軍備はまた増強されている。皮肉なもんだな。でも俺たちにまで秘密にすることないんじゃないですか。大体あんな化け物みたいな戦艦にしたってまるで説明がないなんて、いくらなんでもバカにしすぎだよ。ようこそ南の島へ。あいにく歓迎の礼は用意していないがね。早速ですが参謀、我々をここに呼んだわけをお教え願えませんかね。
あいにく何も聞かされておりませんが。事前に説明しなかったことを謝ります。何分慎重な準備を要する計画だったものですから。失礼ですが、あなたは？キサラギ・ルイ博士だ。当計画の最高責任者であり、心臓戦艦プロメテウスの生みの親でもある。プロメテウスってまさか。ネオマキシマ法の破壊力についてはすでにご存知でしたわね。ただ月面での戦闘はあくまでも軽いリハーサルだった。そう理解してくださって結構です。リハーサル？怪獣を一発でやっつけちゃったのがですか？エネルギーを最大レベルで打ち出せば、小惑星程度なら完全に破壊できる。その力はウルトラマンダイナをも凌駕するでしょう。ちょっと待ってくださいよ。ただどでかいだけの戦艦がダイナより強いなんて、そんな。どっちが強いかなんてことはこの際問題じゃない。ただ人間が持つにはちょいと危なすぎるおもちゃじゃないかと。時代は常に先へと進むのです。プロメテウスは必ずや人類の新しいシンボルとなるでしょう。じゃあそろそろメインブリッジへ。あの、操縦席がありませんけど。当然です。必要ありませんから。きれい。このカプセルが人間の脳より思考データを読み取り、本艦のメインコンピューターへとインプットします。つまり優秀なクルーが臨戦時に取る行動パターンのすべてをプロメテウスは正確に再現し、確実に勝利します。それが私たちがここへ呼ばれた理由ですか？この船に俺たちの記憶だけを乗っけようってことですか？協力していただけますね？私にはこれがネオフロンティア時代を人類が進むために必要なものとはどうも思えないんですがね。何を言ってる。これこそ必要な力だ。プロメテウスが完成し量産されれば、スーパーガッツも危険を冒して戦う必要すらなくなる。人間は自分自身の力で困難に立ち向かうからこそ正しい道を見失わずに済むんです。こんなものに頼り切った日には、ウルトラマンダイナなんかに頼る方がよほど危険だと思いますけど。何ですって？月面でも怪獣に危うくやられるところでしたし。あれはたまたまダイナが油断して。この戦艦は油断などしません。決して。隊長、協力しようじゃないですか。こんなデジタル幽霊船が本当にそんな強いやつかどうか、この目できっちり確かめてやろうじゃないですか。一度言い出したら絶対に引かん。困った野郎だ。さあ早く始めようぜ。ここ少し窮屈だし。すぐ終わります。あなたの力をすべていただけばね。だいな。これは。
ライナが倒した怪獣たち。本当に俺はこんな連中と戦ってきたのか。こんな恐ろしい奴らと。あの時もしプロメテウスが現れなかったら、そんなこと。ダイナは無敵の超人なんだ。ここに運び込まれたのよ、意識を失って。そういや俺確かあのカプセルの中に入って。もうあの機械が不良品だったのよ。俺の部下を殺す気かって。隊長ったらすっごい剣幕であの博士に噛みついたんだから。多分まだ揉めてるんじゃない。そうか、俺生きてるのか。前にも確か同じことあったね。アスカが初めて入隊してきた時、やっぱり本部の病室で。そうだったな。あの時前は花瓶に花を刺してくれてた。今度デートしようって誘ったんだよアスカ、覚えてる？え？そうだっけ？何よ、花のことは覚えてても肝心なこと覚えて。 All personnel to emergency stations. に暴れやがって。無人防衛システムで敵う相手じゃない。参謀、この島にガッツイーグルはあるんですか？一機だけ F3 ドックに配備されてるはずだ。苦情の続きは帰ってからにします。工場見学はおしまいだ。出撃してあの円盤をぶっ飛ばす。いいな？わかった。隊長、円盤に月面で倒した怪獣と同種の生体反応を確認。怪獣もこいつの仲間だってことかよ。というより怪獣は単なる前座だったのかもしれない。だとすると、たとえ敵は何者だろうと俺たちにビビってる暇はねえ。各機分離して一気に旗をつけるぞ。ラジャー。え、分離できない。コードがどんどん落ちてる。何のために出てきたんだ。だよ、工場だったらちゃんと整備ぐらい。ああ、落ちる。一体奴ら何をやってんだ。ここは俺に任せて、前はダッシュで逃げろ。この先に地下工場の入り口がある。私も一緒に戦うわよ。体
かってるって。それに私はあなたの先輩よ。確かに両先輩ほどじゃないにしても私だって言うこと聞けよ。マジでまといなんだよ。どうだ、飛べそうか。お手上げです。あ、これ落ちるためにわざと細工したんですよ。わざとだって？誰が何のために？知るかそんなこと。まさかな。アスカのバカ野郎。そんなはずない。無敵のダイナが負けるものか。ウルトラマンダイナ。なぜプロメテウスを出した？まだ戦闘データが不完全なんだ。すぐに呼び戻せ。それが我々のコマンドを全く受け付けません。何だと？博士はどこにいるんだ？ただいまより本計画の正式な始動を宣言します。人類はその守護者ウルトラマンダイナの敗北を見ることで自らの無力を思い知る必要があります。この女何言ってやがる。その手段として我々は最もふさわしい方法を選択しました。それは愚かで無意味な地球人類のシンボルプロメテウスによる滅びです。バカだ。戦艦をジャックしただと？貴様一体？我々はモネラ星人、キサラギと呼ばれる物体を利用しあなた方と会話しています。人類に我々と対等に話す資格などありません。あなた方に許される唯一の行為はこれからお見せする我々の新しいおもちゃに恐怖し絶望するだけです。なぜダイナの動きは正確に分かる。何をしようと無駄。勝敗はすでに決まっている。
破壊力だ。ダイナは、ダイナは無事なのか。あなた方の守護者ウルトラマンダイナは消滅しました。次の計画につきましては追ってご連絡いたします。負けるなんて。ダイナー！夢？違う。やっぱり俺は負けたんだ。アスカ、マイ、いや、まだ歩ける状態じゃ。大丈夫だって。俺は不死身のアスカ様だぜ。ほら、そうね、あなたは確かにそうかもしれない。でもどうしたんだよ。島が大爆発したとき、その巻き添えを食ったんだ。ダブル X バズーカをしっかりと握りしめたままだったって。きっと最後まで自分も戦おうとして。俺にはダイナが敵の攻撃から逃げたように見えた。今はみんな辛い。クリオモス島を破壊した敵の生態メカの潜伏位置、目的、現段階では何一つとして不明というわけか。元は TPC が開発した兵器です。
弱点を見つけることも可能なのでは。弱点がないから究極兵器と呼ぶんだろうが。でも現在位置を特定できる手段くらいは。メインコンピューターの識別信号まで確認不能、すべてのシステムが敵の手に落ちたんだ。肝心要の開発責任者までもが。敵の目的はやはり我々の全面降伏だろうか。おそらく違うでしょう。奴らは人類を愚かで無意味な存在だと言い切っています。狙いは侵略というよりは完全なる抹殺です。貴様、人類の代表に我々のスケジュールを伝えます。明日の正午、K3 地区より人類抹殺を開始。おそらく1週間以内には全ての文明を抹殺させる予定です。ふざけるな。一体何の権利があって人間を滅ぼす。質問は認めません。あなた方の存在そのものが我々にとっては目障りなのです。人類に存在する意味などない、それだけのことです。なんだと。いかなる抵抗も無駄です。以上で伝えることは全て終了しました。用済みのこの物体はお返しします。博士、博士。敵はゲームでもしてるつもりなのか。何を一人で煮詰まってんだ。隊長。まるでめった打ちになったエースピッチャーって顔だな。もっと最悪です。俺のしたことは多分満塁押し出しのさよなら負け。よくわかんねえが、お前の言ってることはな、自分の力だけで勝とうとしているやつの典型的な負け方だ。要するに自滅だ。自滅？アスカ、お前ピッチャーのマウンドがなぜ高くなってるか考えたことあるか。ピッチャーは孤独だって言うが、俺はそうは思わねえ。マウンドの中央が高くなってるのは仲間にその背中がよく見えるためなんだ。頑張れ、負けるな。そんなみんなの声援が一番遠く場所なんだ。だから俺きっとピッチャーには向いてないんです。明日の正午、 TPC の総力を持って敵と決戦に臨む。ダイナでさえ勝てなかった相手だ。はっきり言って厳しい戦いになるだろう。だが俺は人間の勝利を信じてる。こちらは TPC 警務局です。 K3 地区を中心とした湾岸エリアに対して避難命令が発令されています。各エリアの係員の速やかに地面に近づけた避難をお願いいたします。兄ちゃん、スーパーガッツの隊員だろ。君だってそうじゃないか。悪いか言う、なんかきっとつけてくれるよね。ああ。でもどうかな、今度の敵は強いから。ダメだよ、そんな弱虫でよくスーパーガッツに入れたね。僕が隊長なら兄ちゃんクビだな。本当そうだな。
それウルトラマンダイナ？違うよ、ウルトラマンティガー。ティガー？僕のお兄ちゃんがね、宇宙飛行士の学校に行く日にね、僕にこの人形をくれたんだ。これを持っていればきっと光になれるって。光？ティガーは光なんだよ。だからどんな強い敵にも絶対負けなかったのさ。ティガー、人類を滅亡の危機から救った無敵の超人。そのティガーも俺と同じただの人間だったのか。こんな時にスーパーガッツの隊員が何の要件かしら。ティガのこと俺に教えてもらえませんか。え？大した眺めだな。まさに総力戦だ。アスカのやつ、とうとう戻らなかったな。絶対に逃げない、それがやつの口癖だったのに。アスカ。ガッツはすごく結束の固いチームだったんですよね。今でも時々集まったりするんですか。みんな今ではそれぞれの夢を目指して頑張ってるし、それにこうして目を閉じればいつでも彼らには会えるから。よくわからないけどなんかいいっすね。ところでティガの何を知りたいの。もしできるなら俺はティガに会いたい。会っていろいろと聞きたいんです。なぜそんなに無敵だったのか、どうして世界を闇に包み込むような強大な敵を倒せたのか。残念だけど私にその希望は叶えられないわ。ティガはもういないの。だから二度と会えない。ティガはもういない。でももし会えたならきっとこう言うでしょうね。俺は決して無敵なんかじゃないって。え？ティガが勝てたのはその本質が光だったから。光？それは誰の中にでもある。もちろんあなたの中にもたくさんの人の光を輝かせる力がティガにはあった。だからどんな恐ろしい闇にも立ち向かっていけた。たくさんの人の光。ピッチャーは孤独だって言うが俺はそうは思わない。きっと最後まで自分も戦おうとして。私も一緒に戦うわよ。これでもスーパーガッツの隊員なのよ。試合はまだ終わっちゃいない。俺は自分だけ勝手にマウンドから降りようとしていたんだ。あと2分。この避難シェルターはあらゆる攻撃を考慮して設計されております。よってここにいる限り皆様の命に何ら危険が及ぶ心配はありません。
大丈夫よ。大丈夫。この戦いには我が TPC の全主力部隊が結集しております。大丈夫だよね。アジア、弱な侵略者を撃滅し、人類の平和と秩序の回復を勝ち取ることを確信しております。ウルトラマン、なぜ来ない？隊長！どうした？真下です！何？
撃たれたら。正面から飛び込んだ。ダイナー無敵のヒーローだ。今のは周囲3キロリング上に壊滅。これが実力だというの。動きが止まった。まさか第2波を打つための準備に入ったんじゃ。だがこれは最後のチャンスかもしれねえな。隊長、陸戦メガでダイナを救出します。うん、次の花火が打ち上がる前に消防をかけるぞ。行くぞ。ウルトラマンは負けはしない。スケットに遅れを取るな。行くぞ。あじゃあ。ダメだ、力が違いすぎる。ダイナが隊長
イナが死んだ。嘘、こんなの嘘よ。嘘に決まってるわ。ダイナが負けた。俺たちこのまま死ぬのか。人間の叶う相手じゃない、人間なんかに。プロメテウスさえ奪われなければあんな怪物。それでも勝てたかしら。何、それじゃああの化け物を倒せる武器は存在しないというのか。我々人間の力じゃ倒せないとでも。光があるもん。昔僕の兄ちゃんも光になったんだ。そしてティガと一緒に悪い怪獣をやっつけたんだ。光？諦めるな。まだ終わったばかりじゃねえぞ。たとえウルトラマンがいなくなってもな、俺たちが諦めてどうすんで。人間が頑張らねえってどうすんだ。たとえ勝ち目がなくたって、どんな絶望の中でも決して諦めない。みんな、ダイナがいなくても。お兄ちゃんが言ったんだ、僕もきっとなれるって。最後まで諦めなければみんなが光になれるって。私もなれるかな。私も光になれるかな。なれるよ。バカらしい。何を言ってるんだ。人間は不完全な生き物。私にはどうしてもそれが許せなかった。その通りだ。だから人間の無駄な感情を切り捨てた究極兵器を作ろうと。でもそれは間違ってた。心を持たない力は結局人間の敵にしかなり得なかった。大切なものを見失った報いだったのよね。でも諦めちゃいけない。ここで希望捨てたらいけない。こんな小さな子だって勝利をまだ信じてるのに、何もせず終わってしまっていいはずがない。まだきっとできることがあるはずよ。人間は決して無意味な存在なんかじゃない。自分の力を信じればきっとあの怪物を倒すことができる。これが人の光。光。
こんなにたくさんの人の光がティガを支えていた。みんながウルトラマンと一緒に戦っていたのか。私も光になって戦えた。ティガと一緒に。思い出した。あれは夢じゃなかった。私も光に。頑張れウルトラマン。みんな立って、もう一度立って。ウルトラマン、光、一番立派なものが残ってるじゃないか。これだ。
勝ったんだよ。勝ってたね。人間の光が。さすがに今回はチートばかりしんどい戦いだったな。でも素晴らしい戦い方でしたよ。あなたは確か旧ガッツの隊長の。ご迷惑かけたけど、またこうしてガッツのメンバーと一緒に戦えるなんて夢にも思わなかったです。迷惑だなんて、そんな。おーい！おーい！あのバカ。いつも心配ばっかりかけやがって。光を継ぐものか。え？響隊長、とてもいい部下たちをお持ちですね。はい。俺も出会いました。とってもたくさんの仲間たち。アスカー、オッケー、アスカー、出なかったやらんて。どうぞ。あら、お嬢ちゃん、お部屋間違っちゃったのかな。ううん、入間隊長さんに会いに来たの。あ、そう。光？ママ。あなた、お久しぶりです、隊長。そう、この子があなたと大吾の？はい。火星生まれのスターチャイルドです。光です。どうぞ座って。はい。光ちゃんか、すごくいいお名前ね。ん？あなたたちまで。何をしとんねん、アホ。いえね、たまには隊長の顔でも拝みに行こうか思いまして。顔でもってお前、そんな失礼な言い方あるか。何がやねん、わしはただ素直にやな。この顔のどこが素直だ。痛い。隊長の前でいきなり喧嘩はないだろう。ボケ、アホ。お元気でしたか。隊長もお元気そうで。ところで今日は
突然みんな揃ったりして。隊長がまた前線で戦ったっていうことを俺たち後から聞いて、昔の自分らのことを思い出したんです。一緒に戦った日々やたくさんの思い出を、もう一度隊長と話をしてみたくなったんです。みんな感激、前から一度操縦ってしてみたかったんだ。あんまり無茶すんなよ、もう墜落でもしたら。またバカにして。言ったでしょ、私もスーパーガッツの一員なんだからね。分かったよ。よかったな、前。うん、元気になって本当よかった。なんか変やすか、すごい優しくない？マジ言うなよ、照れるだろ。それじゃお客さん、隙まで飛ばしますからしっかり捕まっててくださいね。あじゃあ、誰も一人じゃない。